皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もタイタンフォール2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ボスのリヒターを倒してミッション6ビーコンを攻略したところ、で今日もねキャンペーン攻略していきましょう。今日はミッション7火の試練、アークを奪うための総力戦でクーパーのタイタン操縦技術が試される。でハード投石、IMC がフォールドウェポンを開発したわ。世界を丸ごと破壊する力を秘めた兵器だけど、それを使うためにはアークという動力源が必要になる。今回の任務は搬出前に航空基地でアークを奪取することよ。特攻兵団射撃隊艇タイタンフォールスタンバイ。よし、乗っけから戦闘ね。タイタンフォール、あれタレットか。こちらブリックス司令官、攻撃を許可。撃て。頼む。さあどうなるか。あ、出てきたな。よし。さあここからです。リーパー来た。あいつね、厄介なんだな。ちっちゃいしね。どけ。さあリーパー、まずこいつ。ナイスレーザー。よし、浪人やってブルート。ノーススター。いいよ。そっちで大丈夫か。あれタレットじゃない？敵の。あ、でそこにいる。こいつか。いいよ。IMC のタイタンがまだ来るわ。こっちから仕掛けましょう。あれ増援かな。よし、バーストコア使っていく。いやー削る。よし、でバッテリーこれ取って、敵もシールドうまいな。あれこいつ買っていいよ。あれはタイマン無理だ。これ敵の、いや違うな、味方のね。ここまずい、車線が通る。ノーススター、とトーン、こっちね、弱ってる。よし、加勢する。もうちょい。よし、バッテリーないか。バッテリーね、そこにあるっぽい。 50m。 いやーそれは取れんぞ。こっちだ。よし、あのほらそこにいるでしょ、イオンが。でバーストコア使っていける。再起、これじゃない。トーン、こっちかな。よし、押し込む。あっ、これまずい。レーザーか。あー危ない今の。どっち、あれ貫通すんの。さあバーストコア、2機やった。あ、でそこにティック。でそこに、そう、そこなんだな。トーン、よし。さあだいぶ減ったはず。こいつか。ここね、これ結構むずいわ。ハードは
で、またティックか。よし、バッテリー。で、ブルーズがいる。おっ、待てねー。これまで怠慢では無理だ。無理ではないけど、ちょっときつい。みんなどこ行った?奥行ったのか。ちょっと待ってね。よし、さあだいぶ減ったはず。いや、また湧いたな。はい、弱点、もうちょっと。よし、バッテリーは出さないか。こっち、ここにある。さあ、ほぼほぼ全員なのか。そこの奥か、あん中だ。ショットガン、いいよ、押し込む。よしよし。さあ、このエリック4、ストック2、ここ押さえて。BT、クーパーパイロット、私たちで行くわよ。あ、これ歩兵がいんな。あと砲台ね、これは壊しちゃいけない。気をつけて、あ、湧いたな。さあ、これはバーストスコーチ。よし、結構いいダメージ。こいつ来る。ナイス、格闘。さあ、ロックしてぶっ放す。後ろ大丈夫？ナイスショット、クーパーパイロット。行きましょう。さあ、この、これ人間かな、もしかして。人間モード降りるのか。いや、こっちかな。多分ね、そこ行けるんじゃないかな。ちょっと待って、ね、なんかあるんじゃない。ないか。了解。そう、補充権を行こう。こっちだ。で、そこにスコッチロックしていこう。気をつけて、敵が来たわ。今の行って、あと奥ね、奥に何かいる。お見事ね、足を止めないで。あれ、なんだろう、スナイパータイプ。あ、これサラがすごい、やたら強い。バーストはね、気兼ねの引き方は分かるんだな。よし、ナイス。で、歩兵をさばいて、バッテリーそっちにあった。ただノーススター行かせんと。大丈夫、2対1は絶対勝てる。いやー、それ強い。今のはね、バーストかな、空中のやつ。前方にリフトよ。パイロット、早くついてきて。待ってください。準備はいい、パイロット。あ、上。今のはまだ楽よ。いや、ね、結構きつかったぞ。ナイトハート、その調子よ、クーパー。私から見ればあなたはパイロットの資格十分よ。ありがとう。これね、マスターだいぶむずいと思う。さあ、ここでロードアウト。これ何でしょう。ノーススター。ノーススター、これですね。プラズマレールガン。スナイパータイプ。これね、やっぱり今のところこれかな。エクスペディション。一番安定してる。船があそこに。まだアークを止められるわ。あれだ。敵のガンシップ。早く、早く、敵が来るわ。輸送船か。待って、そこに、なかったよ、ほら。一応取っとく。これ3つかな。
あですね。BT ちゃん行かないのほら。よし。パイロットモード起動。あ、まずい。あ、でもね、これサルバ知らないってのはだいぶ嬉しいな。あれ落とせんの？あ、判定あんな。ただ落とせなかった。なんかね、トロフィーありそう。こいつ。ほら。こいつ強えな。当たらんかった。よし、怖いやつ。で、そこに通る。トーン。まずい。これまずいな。バッテリー。そう、これ調子乗るとね、本当に溶かされるんだ。あー、こっちいた。さあ、バースト。よし、削り切る。いいよ。で、回復して、イオンちゃん。ガードがうまい。あのシールドな、地味ながら強いね、シールド。さあ、こっち合流する。あのミサイルすごいエグいよ。これね、自分そっち行こうかな。横取りする、裏取りする。どうに？よし、まずい。減らしていこう、確実に。で、ローにやっつけて、いいよ。押し込め。これ、ヘルメットじゃないです。あ、ここ、これ、いいな。まずい。あの、青い弾ね。さあ、次こっち。これなんだこれ、なんだこれ。あいつらか。いやー、これきつい。他いません。よし、こいつ。あ、これ歩兵になっていくってのもありか。降りていくって言ってね。さあ、バースト。よし、このまま進んで。フラグ。あいつ、そう、あいつだよ。ここ待ってね、ここ進んでいけんぞ。これじわりといくんで、待って。よし、お、見えね見えね。ちょっとサラさんや。よし、全身押し上げる。こうだ。ここにあったな。はい、よし、いい感じ。非常にいい感じ。ちょっと待ってね、呼吸に参る。もう一個。よし、で、縦張ってこう。いや、こいつ勝手な。リーパーちゃんや。まだいるし、もう。待て。はい。どうだ。ファーストレディ。で、合流する。こっち。こっちもこれ結構いいぞ。これ味方の？あれですね。いや、ここね、慎重に行くしかないわ、多分。突っ込んでいくとマジで溶ける。よし。どうかな？結構押し込んだ。そこになんかいたな。いいで。上か。
あ、そうだ、歩兵だ。地味に強い。さあ、ローニン。ドラコニスに近づいてきた。止まらないで。バーストコアレディ。で、誰どこ、こいつか。待て、こいつみんなほら、みんなやるよ、こいつを。よし。あれ、これそこすげえな。邪魔すんな。この苦人はえぐい。殺しに来てる。だからそれがいい。あ、これディーパー集団か。よし、やったぞ。ただここも広いね。広いということは来るんでしょう。これ何、誰とやってるの。したら行かなくていいの。こっちだろ。さあ、チェックポイント。味方これもういないか。二人ぼっち。ミリシア全軍ドラコニスを攻めればよ。来たぞ。ミリシアのタイタンを発見、応戦する。ナイスパット。あとそこにいた。これ味方か。どうかな。歩兵いっぱい。行くしょ。急がねば。ここね、ちょっと脱散してる暇ないわ。普通に死ぬと思う。スポちゃん、もう君下がないの。どうだ、もうちょい、あとワンマガ分。よし、いった。いいよ、この陣形はいいよ。こっち行くか。さあ、ここでバーストコア、これ当たるかな。よしよし。あとはここにいた。あれまずい。これね、やべえんだな今の。おお、味方がいった。助けてこれマジやべえこいつは。よし、いけるか。やべえ、今の危なかった。さあ、どっかにバッテリーないか。こっちしたらね、まずこいつかな。よし、警告、警告。よし、いい感じ。いいだろう、ミリシア、こいつを食らえ。極度の損傷です、警告、警告。アップにもの。そこね、対戦もそうなんだけど、やっぱり複数に囲まれると一瞬で溶かされるんだよね。いかにして複数対1に持ち込むか。よし、さあ次だ。発信体最終チェック完了、全システム異常なし。まもなく発進。こっちなのか。もうちょいだ、早く。奴らを逃がさないように、あの斜面へ。あそこいたな。ブリスク、こちらスローン。アークはそっちへ向かった。あとはバイパーに任せる。じゃあ、あとで。さあ、どうするかよ。行っちゃったけど。船に乗って、奴らを追いましょう。さあ、多分これでステージクリア。クーパーのログ。ドラコニスはアークを積んで
最短経路で最大出力のフォールドウェポンに向かっている。俺たちは強奪した AMC の輸送船を使って後を追っている。ミドウというこの船は速いが、ドラコニスも負けていない。サラはまだ終わらないと言っている。空中戦が始まりそうだ。で、これはおそらくミッション8かな。ですね、ミッション8アーク。こちらブリックス司令官、何としてもアークを奪回せよ。 IMC はアークをドラコニスのゴールドウェポンまで運ぼうとしている。戦艦最高速力、奴らを素早く強烈に叩くのよ。以上。了解した。シックスも向かっている。よし、行くぜ。こちらキャンベルのミアス隊長、本艦が支援拠点だ。敵中隊を確認。アーチャーをロック、先手を取ったわ。あれかな。よし、フォックス、フォックス、ミサイル発射。ロック。フラッシュ1、フラッシュ2、命中、命中。これ当たってんの。よし、そのまま通り越せ。ドラコニスに追いつかなければ。未確認の機体が11時の方向。なのは何、誰かはっきり見える。なんだ、何かが来た。激戦道場を襲った。バイパー、毒蛇。大丈夫か、こそ。飛んでるぞ。バカ、来てくれて助かったわ。礼もなしか。十字の方向に戦艦マルタ、ドラコニスを守っている。通れないわ。スーパー、直ちにマルタに移って、デッキを制圧してちょうだい。ブリックス司令官、こちらブラックバード64、彼をそこまで送れます。ミディ、ティッチングを頼む。またか。了解です、64、あなたならできます。前と同じだな。前と同じだな。少し違います。投擲元と投擲先が移動している場合は変わってきます。さあ、行けるのか。よし。シックスフォー部隊へようこそ。クーパー、聞いてくれ。直接ブリッジへは下ろせない。砲撃で落とされてしまう。船尾を下ろすから、そこからブリッジへ向かってくれ。あれか。クーパー、機体をぶつけないよう近づけるから、タイミングを見て飛べ。理由だ。下ろせない。こうか。こう行く。よし。いや、こんなんめちゃくちゃだろう。左。いやー、まずい。遮蔽物。あ、スラウ来た。ちょっと階段の下に敵だ。あぶね。まさに九死に一生。あぶね。援護頼む。よし。と弾がね。あ、ここもすごいいっぱいいる。あとは、あー、起動された。これフラグかな。2個ぐらい。よし、この武器これ何。あ、これスナイパーライフルか。あっぶね。うん、これ結構強い。はい、さあ全員かな。部屋はクリア。弾薬、弾くれ。マスティフ、いやマスティフはいらん。 MGL、 ね、ここにこれ弾薬ない。マスティフとボルト、ボルト、これかな。よし、サンマシンガン、これいこう。BT どこ行けばいい。あ、待って、会話が潰された。今対処している。持ちこたえて。クーパーがマルタの主砲バッテリーに向かっているわ。耐えられるかどうか。クーパー、急いで。
急ぐけども、これ、これじゃない、これじゃねえ、あっちの方か。よし、あの砲台ね、3つある。はい、あ、降りちゃった。いや、これまでったな、降りてしもうた。あ、これまで、今のは申し訳ない。ストーカー背後から撃たれるとオーバーロードして爆発する。あ、これ背後からか。そういった特性があったんだ、背後ね。背後から撃っちゃいけませんと学習した。そこの、そう、ストーカーね、あれ顔面フラグ。はい、よし、さあ頭ぶち抜いて、この2匹ストーカー勝手な。これ誰、こいつか。さあどうかな、もうちょい大丈夫ね。さあこれで1つ目。あ、とかってあれでもないんか、これどんどん行けと。怖えな、嫌な気配しかしない。こいつ、さあサンマシンガン、こっち角度強え。待って、揺れる。よし、ここにいれば便利。あとショットガン使ってみようか。あれどこ行った、ここになかったっけ、消えたな。よし、あ、これかマスティフ。そうね、これ持っとこう一応ね。さあさらに先マスティフ。第二機関砲破壊、最後にしたぞ。これね、結構リコイルがすごい。リコイルってか、なんていうの、発射速度かやや遅い。あ、ただやっぱ気持ちいいな、ショットガン。よし、さあこれで次はどっちだ、排除する。え、これ何、あ、こいつらか。よし、これで全員のようだ。視界内に敵はいない。やったぞ。スタンバイして、シックスフォーが来るわ。マルダのデッキには対空砲が残っている。ブリッジから無力化してくれなければ接近できない。了解した。対空砲か、行こう。さあ2択、これ上かな。いい援護射撃だ、いい援護射撃だ。俺たちがいる。ブリックス司令官、こちらにも支援。了解ベア、今向かうわ。ブリッジはハンガーを抜けた先よ。何か考えは。こちらブリックス、何が必要。ドアを閉じて揺れないように。まさかあいつ、無茶だ。待て、ついてこい。この仕事最高。やっぱりそこを俺なんね。黙って行きなさい、デイビス。行ってみよう。こうだ。よし。花のこう。よし。行くぞ、ら。よし。ああ、今何？ダブルテイク、スピットファイヤー。ここはそうね、スピットファイヤー。こっちにしようか。中遠距離戦。よし、数を減らす。今のは死んでないか。さあ前線押し上げる。まずい。ああ、いやー、今の死ぬと思った。フラング、ここ、これちょっときついわ。あ、危ね。
うん、これショットガンのレンジではない。あって、あれ味方かな、いや違うな、もうわけわからん。よし、なんだその時味方の。さあラストかな、どうだ。上のがブリッジよ、ついてこい。よし、ガンガン行こう。急げクーパー、ついてこい。了解。ベアさん、さあこれか、指令室。砲弾だ、ガラスを破るぞ、標的を選べ。階段を下、フィーティーは中2階を狙え。政権爆薬を使える。6-4のやり方を見てろよ、クーパーパイロット。どうなの、いいよ、準備完了。準備はできた。行け行け行け。よし、クリアかよ、クリア。こうやるのさ、シックスフォーついてこい。すげえな、ゴリ押し、まさに力技。さあハッキングする、こいつか。クーパー、コンソールをバイパスしろ、機関砲を止めろ。あ、これも懐かしいな、ハッキングナイフ。了解よ、シックスフォー。クーパー、まだブリッジを掌握しているわね。データナイフを使って船をドラコニスの後ろにつけて、バーカー、BT をクーパーの元へ。了解、今向かう。追い待ってろ。全コールサイン、敵を掃討してドラコニスで合流する。正念場よ。そうだクーパー、いいぞ、ドラコニスと並べろ。よし、この辺りじゃない。よし、やったらクーパー、お前のタイタンだ、面倒見てやったぜ。よしよし、 BT、パイロット操縦へ移行します。で、乗っていく。はい、クーパー、後ろから援護する。デッキを制圧し、ドラコニスに近づけ。さあ、この区、ここやっぱボス戦っぽいね。いいですね、この船の造形とかね。バイパー到着だ。カラーリング素敵。お前の旅もここで終わり、空は俺のものだ。逃げ隠れはさせない。あれ、空中タイプのバイパープラスザコイやつ、スコーチ、これ怖えな。どうしよう、どう立ち回るのか。あとね、並走が違う、いつもと。まあいいんだけど。いやー、今の外したな、これまずいね。うん、バッテリー取りに行けない。あぶね。さあレーザーコア。あ、ただこれまずいかな、地面のあれがやばい。スコーチ、よし。とバイパー、そこにいた。待って、これよし取って。あぶねー、バイパーあれどう倒すか。拘束されてる。これどうすんの、出てこうなのか。いや違うな、出るというわけではない。これは回避はできてない。いや取った、よし。あいつ強えぞこれ。はい、あ、これまずい、くたばる。もうちょいなんだけど。リアクターが不安定です、バッテリーの効果。あ、これか、これ壁にするんだ。で、ガードして、これガードはできてる。バッテリーです。よし、レーザーコア。いやー申し訳ねえ、レーザーコアで死んだ、最後の出そうとしたところで死んだ。これどうしようかな、兵装変えようかな。これ何、どっから、途中から、あ、途中からになってる、なぜ。え、そこは最初からでいいよ。ファーストコアレディ。まあやろうか。予定中国海軍抵抗隊、広げてみよう。
よし。こっち強いな、やっぱり。はい、もうちょいか。よし、これで勝ったのか。ブリックス司令官、こちら BT-724、 ちょっとギリだった。バイパーを撃破。了解、ドラコニスに乗り込んでアークを確保して、こちらは輸送に備えます。クーパー、速球で行きます。よし、ピッチング移動。あれか、投げるんだ。頼む。風圧抵抗を調整。計算中。あ、ここでバイパーか。さあどうする、これ援護できない、早すぎる。バイパー、あ、こいつか。コックピット、コックピットを狙って。よし、やったぞ。BT 大丈夫か。 BT 大丈夫か。左腕が切断されましたが、まだ行動可能です。船は急降下中、私たちにかかっています。この下です。腕がいったのか。気をつけろ、タイタンがいるぞ。大砲撃破、発見、大砲撃破。アークの格納ユニットに接近中。大丈夫か、これ BT。 格納ユニットは大きすぎて運べません。何とかしなくては。私はアークに近づけません。クーパー、手を貸してください。触れて大丈夫。早く脱出しなくては、時間がありません。こちらです、クーパー。なんだ、船がぶっ飛んだ。アークを早く外に。何をしてる、何をしている。プロトコル3、アークを早く外に。アークを外に。いいえ、もう出られません。もうパイロットを失いたくありません。衝撃に備えて。さあこれでミッション8、アークをクリア。どうしたらこれクーパーでしょうか。あと後ろ BT ね、捕まってしまったんだ。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにして、で次回ですね、最終ステージ、ステージ9に向かっていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、おそらく次回最終回でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。